どうも、生まれて初めて料理に挑戦している、にゃんにゃんクリーパーです。今回はですね、以前オベッタを作ってその時使ったフライパン、なんかこれこんなに汚れるのっていうのをちょっとチラッと触れましたけれども、見てください。これ多分焦げの部分が残ってるかとは思うんですけれども、それ以前にこの茶色いみたいな、このサビみたいなものが発生しているんですね。はい。まあ、で、この関係もあって、前回新しいフライパン買ったんですけれども、とりあえずこのたわし、銀色のですね、これ使って洗ってみたいと思います。はい。洗い方がちょっと甘かったのかなと思って、それでこの強力なですね、銀色のたわしですね、金属製だと思うんですけれども、これを使って、きちんと、はい、焦げとか取って、洗いたいと思っております。つまり、洗い方が、ね、非常に、ダメだったんじゃないかと思いまして、はい。まあ、本来、フライパンも、まあ、こういうね、強力なたわしでやっていいのかっていうちょっと疑問もあるんですけれども、結構コーティングしてあるらしいんですね。だからそういうの傷つけちゃいけないような気もするんですが、じゃあどうやってね、洗えばいいんだろうかっていうのもあるんですけども、とりあえず、まあ、初めて使ったね、この小さい四角いフライパンが、まあ、あんな状況になってしまったんで、何かがいけなかったのかなと思いまして、今回改めて、ちょっと焦げもね、残ってたんで、はい。まあ、こんな感じで、銀色のたわしで、しっかり、はい、洗ってみました。で、その結果、どうなったか。これ、1日経過した後の絵なんですが、見てください、これ。こんな風になりますか？一体何が発生してるんでしょうか？何か化学反応でも起きてるのかなって私思いました。ほら見てください、これ。今水捨てましたけども。なんか泥というか、サビ汚れというか、こんな感じですよ。焦げてる部分もちょっと完全には落とせずでなかった。少し黒くなってる部分が焦げの部分だと思うんですけれども、使う、ね、初めて使った時はこんなんじゃなかったんで、これは何が原因か、いやー、見てこれ。置いといた跡がこんな風になってるんですよ。フライパンの下の部分。はい。フライパンの形で、ちょっと汚れが残ってて。ほら、フライパンのね、裏側はこんな感じです。何かフライパン自体から、何かが発生してんのかなと。はい。で、とりあえず捨てるつもりだったんですが、捨てようと思って今袋に入れてて、数日経った結果、こんな感じです。特に変わらず。とりあえず、茶色く目立つ部分はありますよね。これは、私から見たら本当ホラーですよ。これ、分かってる人は分かってるんでしょうね。私、本当分かりません。この料理初心者には、フライパンがこんな風になるなんて、いやー、ショックですね。まあ、とりあえず新しいフライパン買ったんで、これからそれ使ってきますけど、いやー、何ですかね、これ。本当寿命なのかなと思った、そんな、ニャンニャンクリーパーでした。以上です。